デヒテネは、アルスター伝説に登場する女性。デヒテラ、デクテラ、デヒテレなどとも、コンホバルマクネサの妹で、スアルティウの妻、クーフランの母親としてよく知られている。デヒテネは、アルスター物語群に属する、物語、クーフランの誕生と、エルアーテン132初週の版の、クーフランの死に登場する。物語、クーフランの誕生は、物語、 クアルンゲの牛鳥の前話の一つで赤牛の書などに残されているがバージョン I とバージョン2という2種類の広報があり内容が異なっているバージョン I はもともと写本ドルムシュネフタの冊子に保存されていた物語で8世紀前半に成立したと考えられているその後ドルムシュネフタの冊子は行方不明になってしまったがこの物語は12世紀の写本 赤牛の書に書き写され、現在まで伝わっている。しかし、赤牛の書に書き写された際、改訂者は、バージョン愛の結末を削除してしまったという。バージョンには、バージョン愛の増補版で、フェッシュチンゲビッグホールデイグという名前でも伝わっている。もともとは8世紀後半、または9世紀に書かれたものと考えられている。この物語は、 エドアーテン1782等に残されており、現在まで伝わっている。ボイン側エウィンはハールスターの首都であるエウィンはハと、ボイン側の位置ある日、鳥の大群がエウィンの平原に降りてきて、あらゆる植物を根元まで食い尽くしてしまう。コンホバルとその妹、デヒティネが率いるアルスターの男たちが戦車を出して、鳥の群れを追い払う。追い払いつつ移動するうちに、 一行ははるばる母院側まで来てしまう。日が暮れるとともに雪が降り出す。野中の一軒家を見つけて駆け込んだ一行は、その家の主人に熱くもてなされる。アルスターの男たちは、その家で一晩心ゆくまで酒を飲んで過ごす。家の主人は、実は妻が物置部屋で出産するところなのだと語る。出引き願いって出産を手伝う。それと同時に、 この家の表扉のところで牝馬が二頭の子馬を出産する。夜が明けると家とその主人が消え失せている。デヒティネとアルスターの男たちは、生まれたばかりの赤ん坊と二頭の子馬を連れて、エウィンへと帰る。彼らが育てた甲斐あって、赤ん坊はやがて少年にまで成長するが、病を得て死んでしまう。デヒティネは、悲しみに打ちひしがれる。 少年の死を嘆く彼女が帰宅して飲み物を所望する。一杯の飲み物が差し出され、彼女がその酒好きに口をつけた瞬間、ちっぽけな生き物が飲み物の中へするりと入る。その晩遅く、夢の中で彼女は、ルグマクエスレンと名乗る男の訪問を受け、 その男の子供を宿すこと、母院側の近くまで誘い出したのがその男であったこと、彼女が育てた男の子が彼の子供であったこと、その子供が再び自分の子宮に宿ったことを知る。そして、男の子を、シェーガンタと名付け、二頭の子馬と共に育てねばならぬ、ことも知らされる。デヒティネのお腹は大きくなるが、父親が誰かわからないので、彼女は皆にあざけられる。戦士たちが、 ボインガー近くの一軒家に泊まった晩、酔っ払ったコンホバルが、デヒティネに小種を仕込んだのではないか、という陰口さえ聞かれるようになる。コンホバルは、フェルグスの兄弟であるスワルティウマクロイヒに話をつけて、デヒティネを彼と結婚させる。彼女は妊娠中に、夫と共にするのは恥であると考え、大層心を痛めたので、赤ん坊を流産してしまう。しかし、彼女は、 奇跡的に再び処女となり、スワルティウとの間に男の子を授かる。そして子供は、シェーダンタと名付けられた。コンホバル王の妹でティネは、50人の次女と共に、忽然と姿を消した。何の手がかりもなく、3年間行く絵がわからなかった。彼女たちは何度も鳥の姿で、エウィムは歯の前提に現れ、草を一本残らずついばみアルスターの人々を怒らせた。 コンホバルやフェルグス、アワルギン、ブリクリウラが馬車9台で鳥を追いかけたが、鳥の大群は、フワドの山を越え、消えてしまった。フェルグスが辺りを見回っていると、小さな家を見つけた。家にいた夫婦から歓迎されたので、コンホバル来航を連れて、家に入る。しばらくして、ブリクリウが外に出た。すると音が聞こえてきたので、その方へ行くと、大きく立派な家を見つけた。 家に入ると女から歓迎され、若い、主に声をかけられた。なんと、いなくなった五十人の乙女たちはこの家にいるという。そして、主の隣に座る女はデヒティネで、彼女たちは鳥の姿で、エウィンは歯を訪れ、裏戸の人々が追いかけてくるよう仕向けたというのだ。女は、ブリクリウに紫のマントを与えた。ブリクリウは、 フェルグスらの元に帰ったが、立派な家を見つけたこと、立派な、おもと女たちがいたことは、コンホバルにしか語らなかった。コンホバルが女を自分の寝床に連れてくるように命じると、フェルグスが死者として赴き、女を連れてきた。女は身重で、翌朝一行が目を覚ますと、コンホバルの衣類の中に小さな子供がいた。ここで、ブリクリウはようやく、 フェルグスが連れてきた女がデヒティネであることを明かす。一行の全員がこの子の里親になりたがったが、エウィンは派に帰ると、法律家のモランによる裁定で、コンホバルが貢献となり、シェンハが言葉と弁論術を教えるなど、みんなの役割を割り振った。こうして、この子供は、コンホバルのもう一人の妹フィンハイウの夫婦に、託され、ムルテウネ平原のイムリトの城塞で育てられることと、 なった。デヒティネは18世紀に編纂された、エド・アーテン132書集の版の、クー・フランの詩にも登場する。デヒティネが登場する部分のあらすじは、以下の通り。クー・フランは父へ向かう前に、母デヒティネのもとへ、別れの挨拶を述べに行く。デヒティネは、出かける前に飲み物を一杯飲んでいくように言い、酒を差し出す。しかし、酒の中はたちまちちで満たされてしまう。 二回、三回と入れ直しても同じであった。クーフランは怒りから杯を岩に叩きつけ、私の死もいよいよ近づいたのです。今度の戦いからは、私は生きて帰ってこないでしょう、と言った。デヒティネと、カスバドはせめてこなるケルナフ派が帰ってくるのを、待つべきだと説くが、クーフランは狂気から聞く耳を持たなかった。一時、資料二時資料。ありがとうございます。